博士、ついに今日が僕たちの仕事納め。1年間大変お疲れ様でした。そうじゃな、ついに今日が平成最後の仕事納め。今年もいろいろな研究に励み頑張ってきたの。僕もこの研究所で研究を始め何年になるのでしょう。いろいろな研究を重ね、一回りも二回りも大きくなりましたよ。セニョールが大きくなったのは見た目だけどね。いや、僕は見た目も内面も大きくなってるよ。本当に1年間大変お疲れ様でした。では来年もよろしくお願いいたします。ちょっと待って、何この帰りたい空気。今日のお仕事をちゃんとしてから帰りなさいよ。でもこれからセニョール君と忘年会の余興で USA を歌うので、カラオケハウスで練習をするんじゃよ。なあセニョール君。そうですね、カモンベイビーアメリカ、今年は盛り上がりますよ。そのためにもしっかり仕事をしなさい。今日は視聴者様からの質問コーナーよ。お、よし、では仕事を納め頑張るかの。今日は太田市にお住まいのゆうさんからのご質問です。本格的な冬の寒さが訪れる前に車の冬対策で何かあったら教えてください。ゆうさん、大変ありがとうございます。では博士、よろしくお願いします。太田市にお住まいのゆうさん、ご質問ありがとうございます。お車の冬対策ですが、前回の年末年始に JAF さんがどのようなトラブルでロードサービスを行ったのかのデータがあるので紹介します。それって冬対策をする上で大変参考になりますね。そうじゃよ。では最初は一般道路での1位はバッテリー上がり。これは全体の3分の1以上になるんじゃ。そして2位はタイヤのパンクエア不足で、この上位2つで全体の半数を占めるんじゃな。やっぱりバッテリーは1位になるんだね。確かに温度が下がるとバッテリーの能力も下がっちゃうものね。そうじゃな、年末年始はこのバッテリートラブルが夏に比べ 10% 以上も増加するんじゃよ。博士、では高速道路でのトラブル発生状況はどのようになってますか？高速道路での1位はタイヤのパンクエア不足で全体の4分の1以上。2位は燃料切れで全体の 13% になるんじゃ。高速道路では一般道路で2位のタイヤトラブルが1位になるんだね。では博士、まずはバッテリーからお願い。先ほど浦子君も言っていたが、バッテリーの能力はバッテリー液の温度に左右されるので、冬になるとバッテリートラブルは増えてくるんじゃよ。では事前の冬対策はどうすればいいの？あとは任せて。自らバッテリーの点検を行う方法としては、まずはバッテリー液の量。最近のバッテリーでは機種によってメンテナンスフリーで見えないものもあるけど、半透明のケースの場合は上限と下限の間にあるかを目視点検すればいいですよね。そこで液量のレベルが下の場合はバッテリーの補充液を注入すればいいんだよね。そうだ、最近のスバルのお店でバッテリー極板クリーナーを扱っているので、それを利用すればバッテリーが元気になるんだよね。あと最近の車はバッテリーの負荷が大きく、ヘッドライトの構造や充電システムも変わり、全長を感じずにバッテリーが上がる傾向にあるので、スバルのお店でバッテリーに負荷をかけて測定するテスターを使用して確認してもらえば安心じゃな。バッテリーも定期交換部品として3年を目安で交換を考えればより安心ですね。次はタイヤのパンク、エア不足ね。以前タイヤのパンクの原因でエア不足を勉強したが、夏タイヤから冬タイヤに入れ替えた時にしっかり空気圧を調整することが重要なんじゃよ。そうね、交換はしたけどただ付け替えただけではダメですよね。あとタイヤ点検の基本だけど、残り溝の確認は安心安全のために簡単にできる点検なので必ず行うべきよね。
あとは高速道路の第2位の燃料切れじゃが。それは運転者として燃料系を確認すべきことですよね。確かにその通りなんだが、年末年始はいつも利用しているガソリンスタンドが休業となり、まだ大丈夫かなと油断をしたら思わぬ渋滞、そして燃料切れになるケースがあるんじゃよ。そのために年末年始の営業日を確認して早めに満タンを心がけるべきかな。なるほど、浦子も気をつけよう。あとは以前に勉強したけど、ウォッシャー液は冬専用を利用したり、雪専用のワイパーを利用すれば突然の気候の変化でも安心ね。太田市のお住まいのゆうさん、ご質問ありがとうございました。はい、ではこれで仕事を収め、セニョール君、カラオケハウスに行くぞ。待って、今年の最後の放送なんだから、しっかりと1年間見ていただいた視聴者様にご挨拶しなくちゃダメよ。セニョール、小林さんがいたら呼んできて。今年1年も大変お世話になりました。2019年もこちらの4人で皆様にお役に立つ情報を発信してまいります。皆様、新しい年もよろしく。せーの、お願いいたします。